ゆうとび本日の被写体がこちらでございます。通天閣ということで、早速撮ってみましょう。はい、ということで本日は大阪府の天王寺に来てみました。で、まずはここから縦構図で撮っていきます。で、天王寺といえば通天閣ということで、奥に通天閣を入れます。で、手前にね、今もこうやって電車が走ってるんですけど、この電車を前景に入れます。で、上の方もね、いい感じで今日は快晴で夕焼けが綺麗なので、ここを前景電車、奥に通天閣、上の方は夕焼けの空っていうことで撮っていこうと思います。で、設定していきます。とりあえず安定の A モードからの露出補正をまず黒粒で白飛びしないようにプラマイ0にしました。で、F 値が手前の電車と奥の通天閣どっちにもある程度ピント合わせたいので、ちょっと大きめの F 値8まで上げます。で、それやったら電車が結構速く動いてるので、シャッタースピードをもうちょっと稼ぎたいってことで ISO をその分上げます。まあ400ぐらいまで上げましょう。ということで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、もうさっき説明した通り、前傾に電車入れて奥に通天閣で夕焼けを入れました。で、この電車めっちゃスピード速いんで、さっき言うの忘れたんですけど、連写でパシャパシャって撮った中の1枚を今回は選んでおります。ということで次。はい、ということで次なんですけど、次はこのザ通天閣ポイントから撮っていこうと思います。で、奥に通天閣で手前の方にネオン街ってことで、奥行き感を大切にしたいんですよ。なので縦構図で撮っていこうと思います。で、この写真の左上の方にこの有名なズボラ屋のフグの提灯があるので、この提灯を左上の方に入れて、で、あとちょっとね、細かいことなんですけど、奥の方にこの街灯で文字が隠れることがあるんで、この文字が街灯で隠れないようにこうやってカメラの位置取りを考えながら撮っていこうと思います。で、設定していきます。とりあえず安定の A モードからの露出補正を白飛び黒つぶれがなるべくしないようにプラス 1.7 にしました。で、 F 値はちょっと大きめの8にしてます。で、 ISO100 でシャッタースピード遅いんですけど、今ね、三脚こうやって立ってるんで大丈夫なんで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、奥にど真ん中に通天閣を置いて、手前の方にネオン街を入れました。で、この写真左上の方にズボラ屋の提灯入れたんですけど、こう右上の方が空いちゃってるじゃないですか。なので、その右上も埋めたいっていうことで、その辺を考えながら次は撮っていこうと思います。ということで次。はい、ということで次なんですけど、次はこの写真の右上の黒い部分、この黒い部分をなくしたいので、もうちょっと左にずれます。で、そうするとこの手前のズボラ屋の提灯でうまいこと隠せるんですよ。なので、このズボラ屋の提灯の真下ぐらいに陣取って、奥にちょうど真ん中に通天閣が入るようにして、ここでね、うまいこと額縁構図を作ろうと思います。ということで、さっきと同じようにここで縦構図で撮っていこうと思います。で、設定もさっきと一緒なんで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、さっきの写真の右上の空いちゃってた部分をうまいこと左にあったズボラ屋の提灯でかぶせて、で、そこでね、しかもちょうど額縁構図を作るみたいな感じで撮ってみました。ということで、はい、ということで次なんですけど、次はここから横構図で撮ります。さっきはこの真正面のど真ん中の部分だけを縦構図で切り取ってたんですけど、もうちょっと後ろに下がって横の方を見ると、こっちの左の方とか右の方のネオン街もめちゃめちゃキラキラして綺麗なんで、それをどっちも入れます。で、バランス的に、写真のバランス的にこの下の方も入れたいんですよ。でも入れてしまうと、今日土曜日なんでめっちゃ人が多いんですよ。で、その人をなるべく消したいってことで、シャッタースピードを稼げば人がこうやって歩いてるんで消えるんですよね、うまいこと。なので、めちゃめちゃシャッタースピードを遅くしたいんですよ。ということで、こちら ND フィルターをつけます。この ND フィルターつけることでシャッタースピードを稼いでいこうと思います。ということで、ここで ND フィルターつけて横構図で撮っていこうと思います。で、設定していきます。今回はシャッタースピードをめちゃめちゃ遅くしたいので、マニュアルで撮ります。で、シャッタースピードをまず決めます。シャッタースピード一番遅く30秒にします。で、その分ね、30秒もシャッターを開いてるんで、めちゃめちゃ明るくなってしまうんですよ。なので、その分 F 値っていうのを大きくすることで絞りを閉じるんですよ。そうすると入ってくる光の量を調節して少なくできます。で、 ISO も一番低い100にした方が取り込む光の量もめちゃめちゃ減らせるので、シャッタースピード30秒でも F 値を大きく、 ISO を低くすればいい感じの明るさで撮れると思うので、この設定でどうでしょう。
はい、ということでこんな感じの写真になりまして、シャッタースピードを30秒めちゃめちゃ遅くして撮ると、今もこうやって人が歩いてるんですけど、そういう人を消すことができます。例えばバーシャンって開いてる間に人がピュッと移動してくれるんで、それで映らなくなるんですよ。でこの写真ね、24mm 広角で真正面から撮りました。こういう写真は結構バランス感が重要やなと思ってます。ちょうど奥の通天閣のど真ん中に自分が陣取って、水平もちゃんと意識して、でその通天閣の両端の建物、この建物もちょうど半々で入るように位置取りを考えて撮ってみました。ということで、もう撮るもないので、おはよう。はい、ということで本日は大阪府天王寺にある通天閣を撮りに来てみたんですけども、今日2枚目に撮った写真、右上が空いてたじゃないですか。で僕その右上を空いてるの嫌やったんで、ちょっと左にずれだけでうまいこと右上を消せたじゃないですか。でも今日みたいにこういう風に、まあ、無理やりね、額縁構造を作ることが結構できるんですよ、いろんなところで。なので皆さんもちょっといろんなところ行った時に、ここで無理かなって思うところでも考えてみると額縁構造作れたりするので、ぜひぜひやってみてください。であと最後にこう ND フィルターなんですけど、この ND フィルターね、中古のカメラショップでも安くで売ってるので、ぜひぜひ買ってみてください。これは ND16 です。ということで、もう喋ることないので帰ろうと思います。さよなら、バイバーイ。